日本はじゃあこのと、まあ、今のこのですね、まあ、あのアジアの外交だけでなくて、まあ、例えばヨーロッパではロシアが、まあ、非常に帝国主義的な動きに出ていると、はいはいはい、でその中で、まあ、これ安倍さんにとっては僕これこのコーナーでも一度もう1年ぐらい前に本当にこの3つの領土問題、北方領土、それから竹島、うん、尖閣といった時に、北方がやっぱり一番早く僕は解決するということをあの分析したことがあるんですけれども、まさかその時にですねこのクリミア半島の問題が出てくるとは思わなかったですね。そうですね。これ非常にやっぱりあの皮肉にもやっぱり、まあ、残念なことなんですけども、まあ、でもねいろんな手はあると思うんですよ、うん、まあ、あのもちろん制裁をしていくという中にもちろん日本は欧米と一緒になるというのは、まあ、それ以外の選択肢はありえないと思うんですけれども、しかしその制裁といってもですね、やっぱりヨーロッパの本音というのはやっぱり制裁をできるだけですね微妙に回避しながら、うん、あのロシアのやってることは声だけは高く声高に非難すると。うす、ね、もう経済はもうしがらみがもうどうにもならないぐらいあるらしいですからね。その通りですね、もう3割4割のエネルギーこれロシアから来ている国が多いわけですから、うん、そういった中で日本がですね、日本も実はこれやっぱりあの天然ガスというのをロシアからもう本当にもう今もう日本のために引くというようなことをかロシアも考えているところがあるわけですね。でもちろんアメリカからシェールガスというのはあるわけですけれども、あのやっぱり日本は今中東に依存エネルギーを依存している中でロシアにやっぱりそれを販路を広げるというのはこれある意味で安全保障のですねリスクをあのそうなんですね、エネルギーリスクを減らしますよね、でそういう意味から言ってですね、もちろん制裁には加わるんだけれどもやっぱりヨーロッパと同じ条件だと思うんです。つまり声高には非難するけれども本音としては微妙にロシアにやっぱりそれはやっぱり軸足を移してあの残しておくと、いうことは大事だと思いますね。ですね。だから、まあ、あのはい。ともあれしかし避難だけはしっかりしておかないと、はい、ああいう軍事力を背景にして他国に侵攻してくるようなことを認めると、今度は中国が尖閣にってことになりますからね。そうですね。だから武力による一方的な現状変更という表現というのは、まさにこれは尖閣に対してアメリカが中国に言ってるそのいわゆる表現をそのまま使ってるわけですね、だからこれやっぱり中国のことをやっぱり思いながらも、そのロシアに対して言ってると、うん、基本はですねやっぱりロシアもあの、まあ、中国のことはあのプーチンさんこの前の火曜日の演説で名指しで感謝したんですけども、日本のことを直接やっぱり感謝してないということはあると思います。これは、もちろんその中国との差があるわけです、でもやっぱりあのビジネスレベルではこれ日本の東京でもですねそのビジネスコンフェレンスやってるわけなんですよね、だからやっぱここのところやっぱりあの変にやっぱり道義的にやっぱりアメリカとヨーロッパだけと一緒になるっていうのは極めて危険なことだと思いますね。ですよね、まあ、またこの後のコーナーでもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、どうも。国際ジャーナリストの小西克也さん。